松村北斗と上白石萌音がダブル主演を務める映画夜明けのすべての公開日が来年2024年に月9日に決定。合わせて本作の特報映像と本ビジュアルが解禁された。特報映像はアパートの一室でパニック障害を抱えたことで電車や美容室など逃げ場がない場所に行けなくなってしまった山添くんが松村北斗の髪を切る藤沢さん、上白石萌音とのユーモラスなシーンから始まる。生きづらさを感じながら社会生活を送る二人は、職場やその帰り道で少しずつお互いのことを知り、友達でも恋人でもないけれど、どこか同志のような特別な存在になっていく。電車に乗れなくても自転車があるように少しずつできることを見つけて、希望を見出していく二人の姿が16ミリフィルムで撮影された温かくも空気感のある映像で綴られている。ラストのタイトル読みは松村と上白石が担当。長い夜の闇に寄り添うような温かさが灯る映像に仕上がっている。さらに合わせて解禁されたポスタービジュアルは、思うようにいかない毎日、それでも私たちは救い合えるというコピーとともに、柔らかな光が照らす二人の晴れやかな表情と、ふと気づいた時にそこにある日常や風景の美しさが凝縮されたビジュアルとなっている。また新たなキャストとして山添くんと藤沢さんが務める栗田化学の社長栗田和夫に功績兼、藤沢さんの母藤沢智子に寮、山添くんの前の職場の上司辻元の利彦に渋川清彦、山添くんの恋人大島千尋にも言う、藤沢さんの友人岩田真奈美に、東間宗子らの出演情報も発表された。ぜひチェックしてほしい。